覚した直後に株価多少上がったって、それが何だというのか。自分たちに必要なのは再現性であって、それには規律が必要で。はい、どうも皆さんこんにちは、真壁です。アメリカン投資家ジムクレーマーフォローしています。1月25日木曜日のマットマネーですけども、ジムクレーマーね、株式市場まだまだ大きく上がり続けてるよなと。この日SP500 もナスダック100もレコードハイですよ。連日の新高値更新ということはと、その後に常に起こるすごく特別な瞬間に近づいているかもしれない。上がった後に来るのは何か、下落じゃないか。そしてこのね、上がっている時にただ好調さに浮かれていたら、いざ下落が始まった時、一体自分は何をしてたのかの時、そうやって必ず思う。自分は大きな利益を上げた。でもそれを実現しなかったらただの含み益。何もまだ手放してなかったら、その利益溶けていくだけ。実際に利益が溶けたこと想像してみ？うわぁ、あの時行動を起こしとけばよかったと思うだろうと。で、この日、ダウはプラス 0.64%。SP500 はプラス 0.53%。そしてナスダックはプラス 0.18%。まあ、一応続伸の日になって、俯瞰するとね、SPY こんな感じですけども。いやー、素晴らしいですよね。じわじわいっている。でもジムクレーマーもこの時点で、ここから下落があるっていうことを、まさに今、現実的に想像すべき時だと思うんだと。で、下落する可能性について、まだ今ね、株価が上昇している時に話すことができていることを嬉しく思う。大きな下落の後に同じ話をしても、おいジムクレーマーよ、先に言っとけよって思われるだろうと。今ここで改めて言うよ。利確を躊躇する必要はないよと。よく覚えておかなければいけないのは、株を売って含み益を確定させるまでは、あなたは何も手にしていない。この先まだ株が上がるかもしれなかろうが、なんだろうが、株を手放さなければ、何も稼ぐことはできない。今この時に貪欲であることを履き違えて、ただとてもずさんなだけな人っていうのは、最終的には大した儲けを得ることができずに終わる。自分は前にマットマネーで青いカシミヤのセーターの話したんだけども、覚えてるかなーって言ってるんですよね。自分の母親の話だと。で、これ僕ね、以前動画でやって、これいつだったかなって考えた、これ2020年の8月なんですよね。もう3年以上前にやってるわけですけども、この時ね、ジムクレーマー言ってましたよね。青いセーター買おうぜって言って。で、わざわざね、青いセーター着てやってたんですけども、何言ってたかっていうと、このジムクレーマーのお母さんについてですよ。で、このお母さんスロットが好きで、で、その日もアトランティックシティでスロットをやっていた。で、彼女はどういうわけかな、結構幸運で、結構スロットで柄が揃いまくる。ピーチとかプラムとかバーが3つとか。で、コインがね、どんどんみるみるうちに増えてって、で、ジムクレーマーね、横で見てたんだけども、見てて、まだまだ出まくってめちゃくちゃ調子いいなっていう時にそのお母さん、パタってスロットやめて、よし、じゃあこれでここまで、行くわよ、ジミーって言って、やめようとした。で、ジムクレーマー横で見てて、なんでやめんの？まだまだ出そうじゃん。もっとやりなよって言った。当たりまくってる最中じゃないかと。今去るなんてとんでもない。だけど彼女は全然それを聞かずに、ジミーよ、もういいのよ、行くから。で、これね、買ったお金の一部で、自分が欲しかった美しい青いカシミヤのセーターを買いましょうって言って、で、ジムクレーマーまだね、食い下がって、いやいやいや、まだ出るから。せめてちょっと落ち目になってきてからやめようよと。そしたら彼女はね、まあまあチャンスは他の人にもあげようじゃないの。そう言って実際にパタッとやめて、実際に欲しかったセーターをその後すぐ買った。で、この出来事から学んだレッスンを自分は40年以上守ってるんだと。で、この青いセーターの話ね、ちょくちょく出てきて、ジムクレーマーの利確して欲しいもの買おうよっていう、そういう代名詞に青いセーターがなってるわけですけども、ジムクレーマーね、自分の母の教えっていうのは、儲けは実現しないと実際に儲けたことにはならない。そして、そのお金を自分の人生の彩りに使ってこそ初めてお金が増えた意味がある。この去年の6月の動画でも、世界一の会社の株でも利確は必要。ジムクレーマー一貫して言ってるのはそういうことなんですよね。だからとジムクレーマーね、今この時点で、自分はあなたたちみんなに聞きたい。もうあなたは自分たちのセーターを手に入れましたか？さすがにまだ手をこまねいて何も少しも利確してない人っていないよなと。で、自分のファンドは儲けた分は寄付をするっていうチャリタブルトラストだから、実際にカシミヤのセーター買うことはできないんだけども、でも CNBC インベスティングクラブのメンバーの人は分かってくれてると思うけども、自分のファンド
いろいろ利確してるんだと。例えば水曜日、自分は素晴らしい株であるキャタピラーを利確した。で、このキャタピラー株に何か悪いことがあったかっていうと、別に何もなかったと言わざるを得ない。で、この株は去年11月にフェッドが方針転換して利下げの可能性伸び始めてから急上昇してきて、まるで高速道路で猛スピードで走る車がリスを引いてしまうような感じでショートを引き殺しながら株価上がっていったと。ただ株っていうものにはどこかには上昇の終わりが必ず来る。一方でと、ジムクレーマーね、例えば化学会社大手のデュポンが昨日暫定決算発表して、で売上高が予想下回るっていうね、そういう予想出して、しかも来期のガイダンスの予想も発表して、 EPS と売上高両方で予想より下だっていう、そういう発表をして、まあこの日も続落してるんだけども、1日前がすごかった。ドーンと株価下がって、でこういうこともあるから、同じ工業会社という括りの中でキャタピラー、なるほど、こういうこともあるんだなと、やっぱりちょっと利確しとこうかと。で、このデュポンがね、落ちた理由っていうのは、中国での需要の低迷とか、あと産業用事業で在庫が思ったより履けないっていうところがある。で、やっぱりこういうリリース読んだ時に、改めて、やっぱりいつ下落来るかもわからないなと。で、キャタピラー利確したんだけども、利確した次の日のこの木曜日、あろうことかキャタピラー 3.47% 大きく上がっちゃったんだと。で、52週高値つけてる。で、この時に、うわーって思うかどうかっていうのが大事なんだと言ってるんですよね。うわー、こんなにね、次の日に 3.47% 上がるんだったら、前の日、利確するんじゃなかったわ。この分の上がり損したわ。デュポンとキャタピラー、本来全く関係ないのに、浅く結びつけて、短絡的に利確してしまったわ。こうやって自分が後悔してると思いますか？いや、自分は後悔してないんだよと、ジムクレーマー。だって、利確は自分の中の規律を守った結果で、で実際ね、次の日にさらに 3% 以上上がることが確実に分かってんだったら自分利確しないよと、それは当然だけど、株価の未来をたった1日後のことでさえ確実に分かる人なんかいないんだから、自分は株価の未来を分からなくて、だけど知っていたのは、まだまだ国内でね、最大の建設プロジェクトの液化天然ガスを輸出するプラント建設、これ稼働してるけども、でもバイデンがホワイトハウスにいる限り化石燃料関連は危ういかなとか、あとはデータセンターのビル建設は依然として強いっていう情報とか、あとはインフラ投資法案のお金まだまだキャタピラーに流れ込むだろうなっていうこととか。ただ一方で、この日発表された GDP の数字強かったなとか、そういうことだよと自分が知ってるのは。で、そうですよね、この日発表されたね、去年の第4四半期のアメリカの GDP の速報値、予想を上回る伸びでしたよね。イヤーオーバーイヤーで 3.3% 増だったんですけども、これね、予想が 2% 増だったんで、予想よりも全然伸びてるんですよね。予想外の強さ。で、これね、強いから、これによってほとんどのアナリストはね、景気後退に陥ってるんじゃないかっていう説を撤退した。でもまだまだそうじゃないっていう人もいるし、あとはでもこんだけ強かったから、やっぱり利下げの必要とかないんじゃね？そういうことにもなってきている。で、ジムクレーマーね、そうなってくるとキャタピラーだって、利下げありきで上がってきた株価っていうこともあった。利下げ機運が高まってこう上がってきたからね。利下げないってなったらそれ吐き出すんじゃないかと、そう思えることもあるし、そもそもここまで大きく上がってきた。だから、総合的に判断して自分は利確の選択をした、そのことを自分は後悔はしていない。儲けよりも規律、1日後に 3% 以上上がる、ここの部分を利確した分取れなかったからって、それがなんだと言うんだと言ってるんですよね。今この1回のことじゃないんだよと、株式投資は儲けよりも規律、そして再現性を重視しなければ、結局大きな儲けを積み上げることができない。で、一方で、先週自分たちのファンドは、ヒューマーナを全部処分した。これは部分的な売りじゃなくて、全部ポジション売っ払った。で、そのヒューマーナ、この日、決算ダメダメで、マイナス 12% と、惨憺たるものだっただろうと。で、そうなんですよね。ヒューマーナね、EPS がめちゃ悪で、予想がプラス 2.15 と、普通に黒字だったのが、実際マイナス 0.11、赤字に転落してるんですよね。それで決算後、ドーン落ちてるわけですけども、その前にね、もうね、ヒューマーナリリース出してて、あ、もうダメかもーってリリース出してて一段落ちてるんですよ。
で、ジムクレーマーこれ落ちた後で全部売り払ってるんですけども、ここね、落ちてるから、売り払ったってワンチャンね、今回の決算、下手したら持ち直すんじゃないかな、株価っていうこともあったんだけども、でも、ああいうね、この先も成長率厳しいっていうリリースが出たら、これは売らざるを得ない。自分はなんでヒューマーナを利確したのか、CNBC インベスティングクラブのメンバーの人なら分かってくれるだろうと、そこで詳しく説明したけども、すべては総合的な、そして戦略的な判断で、その後ね、ランダムさも含む短期の株価の動きがどうなろうとも、そこに感情を持ってかれてはダメ。とにかく利確っていうのは総合的判断で規律を持ってやるもの。そうすることで再現性が生まれるんだと言ってるんですよね。さて、いくつかまだね、動きを見とこうじゃないか、他の株の。例えば、ペイパル。この日マイナス 3.67%。日中ドーン落ちたんだけども、これなんで落ちたかっていうと、ペイパルの新しい CEO のアレックス・クリスが、新しいイニシアチブ、これ期待されてる中で、イノベーションを紹介するイベントで彼は、今は AI の時代だと言って、AI を使った製品を発表した。で、AI を使ってチェックアウト体験を向上させると、そうやって言って、それが不評だった。何それってなって。だせっかく上がってたのが、株価行ってこいになっている。で、こうなってくると、結局ね、ここでセーター買えばよかったじゃないかっていう風には見えてくるだろうと。で、AI といえばと、ジムクレーマーね、1日前のサービスナウの決算は素晴らしかったと思うよと。でもまあそんなに株価上がったわけじゃなくね、この日プラス 0.43% だけだったけども。でも初めは結構上がってたから、大きな陰線になってるんだけども、ジムクレーマーね、自分は前にも言ったようにサービスナウは、まだまだ勝者だと思う。本物だと思うよと。今回だって売上も EPS も堅実にビートして、これはこれからも期待したいと。で、あとはこの青いセーター絡みでは最後に触れておきたいのは株じゃないんだけども、これだと言ってるのがビットコインなんですよね。今のビットコインの急落具合見てますかって言ってるんですよ。前にもマットマネーで言ったけども、ETF ならぬビットコインの ETP、 これが承認されるんじゃないかっていう期待でどん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 上がっていて、で、人によっては承認された後めちゃくちゃなお金がこの ETP に流れ込むだろうと。そしたらさらにビットコインの価格を押し上げると、そうやって思ってずっと抱えてる人いるだろうけども、結局どうだったか、噂で買って事実で売れを地に行くような、まさに承認から下落の一途になっている。これなんかも儲けが膨らんでいるときは青いセーター買おうぜという、そういう考えをしとけばよかったと後から思えるようないい例になっている。で、このね、下落の動きを正確に予想したのはラリー・ウィリアムズだけども、とにかくね、ビットコインがまだ上がっているときに利確しておいたら、どれほどあなた儲けることができましたかと。で、その儲けたお金でどれほどあなたの人生に彩りを与えるものを手に入れることができましたか。手をこまねいてるだけで、それが霧のように消えてしまう。こういう動きからも自分が青いセーター買おうぜという、そう皆さんにお伝えする気持ちを分かってくれるだろうと。ということで、1月25日木曜日のマットマネーの結論ですけども、自分は去年の末にも言ったけども、今回再度お願いしたい。もし仮にまだ何も利確してない人がいるなら、どうか少しは利確してほしい。別に全部株を処分して株式市場から逃げ去るべきだと言ってるわけではさらさらないよと。でも規律を持った投資をしなければ、たまたま儲ける時はあっても、結局大きな儲けを継続的に生み出すことは不可能。利確した直後に株価多少上がったって、それが何だというのか。自分たちに必要なのは再現性であって、それには規律が必要で、そのことを改めて今のタイミングで言っておきたかった。この連日史上最高値更新しているタイミングで言いたかったと、そういうことだったんですよね。はい、ということで、視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずソーラーエッジテクノロジーズはあかんでということで、これね、太陽光銘柄ですけども、ジムクレーマー、今はこういうソーラー株持つのはハードすぎるよと。で、自分はね、ソーラーエッジというよりは、前はエンフェーズ好きだよと言ってたけども、エンフェーズも今は厳しいよなと言ってるんですよね。はい、次。ヘインズブランズはあかんでということで、これアパレル企業ですけども、マンダーウェアとかね、靴下とか T シャツとかフリースとかの会社ですけども、僕結構好きなんですけどね、ジムクレーマー。でもこの会社はまだだよと、決算のミスが続いてるし、買うにはまだ早すぎると思うよと言ってるんですよね。はい、で、最後ですけども、ブラックロックは A でということで、
これ投資運用会社ですけども、ジムクレーマーね、1月12日の決算、すごく良かったよと。売上も EPS もきちんとビートして。で、その後ね、大して株価上がってないけども、もっと上がってもいいと思うんだよなーって言ってるんですよね。これはもうシンプルに買いだと思う。まだここ安すぎると思う。ラリーフィンクの下で、もっと高く株価上がるべきだと思うよと言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事がなるはやで届く。メンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画、第187弾ですけども、NVIDIA 株ズバリ何ドルまで行くよと。で、それはチャートが示してる。NVIDIA だけじゃなくてスーパーマイクロコンピューター。あとは半導体 ETF。今好調だけども未来どうなるのか。あとは PC サイクル。今ほんとね、リフレッシュサイクルが立ち上がろうとしている。普通にこの2銘柄で乗ろうじゃないか。あとは選挙の年でも今年は大丈夫。ヘルスケア銘柄。あと、もろもろありますので、ぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後のおまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、結論のところで、もしあなたが全然理解してないんだったら、何がしかは理解してください。お願いします。と言ってるのがこれです。I'm begging you to take something off the table if you haven't done so already. はい、そうですよね。I'm begging you to take something off the table if you haven't done so already. 長男知覧どうぞ。I'm begging you to take something off the table if you haven't done so already. アメリカと日本の学校の違いは？一番の違いは多分あれかな。I'm begging you to take something off the table if you haven't done so already. 日本とアメリカの学校の違いは？わかんない。I'm begging you to take something off the table if you haven't done so already.はい、言ってますよね。で、今回これですよ。オフザテーブルですよ。テーブルからオフ。で、これね、まず反対から言いたいんですけども、反対はね、オンザテーブルなんですよね。オフの反対、オンなんで。で、オンザテーブルっていうのは、普通にテーブルの上に、卓上にっていう意味もあるんですけども、テーブルってね、よくね、他の比喩で使われるんですよ。例えば、議論の場としてテーブルって使われるとオンザテーブルっていうのは議論に乗っているってことなんで議案とか計画中が検討中である審議中である議論中であるとそういうことになるんですよね。で、そういう意味で使われると反対のオフザテーブルっていうのは議論から外れる考慮から外れるいやーそれはねオフザテーブルだよって言われたらそのことはもう選択肢に入ってないよってことですよね。で、今回ジムクレーマーはね、テーブルを設けるためのポジションとして使ってて、だから言ってるのが、自分はあなたにお願いするんだけども、もしそうしてなかったら、何かはテーブルからのけといてください。すなわち、株式市場からポジションを少しは抜いておいてくださいと、そういうことになりますよね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして、本当にどうも、ありがとうございました。I'm begging you to take something off the table if you haven't done so already. I'm begging you to take something off the table if you haven't done so already. アメリカと日本の学校の違いは？一番の違いは多分あれかな。給食。あ、カフェテリアで売ってるものが違うってこと？そうそうそう。ああ。まあ給食。どう違うの？日本のやつの方がめっちゃ美味しい。ちょなく前にね日本帰った時にちょっとだけ日本の小学校行ったことあるもんね。そうそう小1だっけ。その時のこと言ってんの？そうそうそう。その時の。ずいぶん昔だよね。その時の日本の学校の行った時に覚えてんの給食だけ。給食だけ覚えてる。給食だけ。美味しかった？美味しかった。あそう。うん。カレーとか出てきた。カレーとか出てきて美味しかった。うん、アメリカのハンバーガーとかやるやつ全然いい。アメリカの体悪そうだもんね。体悪いもんね。日本とアメリカの学校の違いってもっといろいろあると思うけどね。もっとも、まあ、食べ物、まあ、もっとあると思うけど、うん、俺日本の学校そんな行ってないしそうだね。なんか一番覚えてんのがさ、日本の補習校とアメリカの学校の違い全然違うでしょ。だって授業のやり方も違うし、まあ、全然違うけど、うん、なんか補習校って本当に日本の学校に似てるのかどうかも分かんないから。ああ、じゃあもうとにかく食べ物ね。とにかく給食が美味しかったな覚えてる。なるほど。I'm begging you to take something off the table if you haven't done so already. 日本とアメリカの学校の違いは？わかんない。次男くん日本の学校行ったことないもんね。うん。でも日本の補習校行ってるじゃん。うん。補習校の授業のやり方とアメリカの学校の授業のやり方の違いは？
テーブルのセッティングが補修工めっちゃ丸いのテーブルのセッティングは補修工は丸くて、なんだっけ、現地工はアイランドみたいなの作るんだっけ。いや、ローに変わった。あ、ローに変わったの、うん、いろいろ変わるけど丸くはないのね、うん、もっといろんな違いあると思うけど、じゃあもうテーブルの形が違うってことね。うん、